倉屋敷とは、江戸時代に大名が年貢米や、寮内の特産物を販売するために設置した倉庫検定台のことである。一般的に大阪にあったものが著名であるが、江戸、鶴ヶ、大津、堺、長崎など、交通の要所である商業都市に設置される場合もある。また、大名のみならず有力な旗本、公家、寺社の中には、自前の倉屋敷を持つ者も,もいた。 旧黒田藩、倉屋敷長屋門。現在は天王寺公園内にある大阪市立美術館の難問となっている。大阪府有形文化財、豊臣政権が全国支配を完成させた頃から政治の中心であり、有力商人たちが在住していた大阪、堺に初大名の倉屋敷が建てられ始めた。やがて江戸幕府が成立すると政治の中心は、 江戸に移転したものの、商業の中心はそのまま大阪に泊まったために、以後も諸藩の蔵屋敷は大阪に集中した。大阪には、遠方年間には80、天保年間には125の藩の蔵屋敷があったとされ、商藩や大名以外のものも含めると600近くはあったのではないかという説もある。なお、商業を癒しむ儒教的観念の影響を受けて、 ほとんどの大名が自己所有の倉屋敷であっても有力商人を表向きの名義人としてそこから借り受けていることとしており大阪ではあの津藩伊予松山藩の二藩のみが自己所有の倉屋敷の存在を公然としていただけだったとされているまた欧州や関東地方の諸藩の間にはより両国に近い江戸に倉屋敷を建てる者がいたが江戸では 幕府や旗本所有の蔵米の売却も行われるために幕府の米価政策によって諸藩保有の年貢米の売却に対して制約が加えられることでもあり仙台藩や平藩など同地域の有力諸藩は大阪にも蔵屋敷を有して江戸、大阪両方の商人と取引関係を持っていた西日本の藩の中には江戸の藩邸に蔵屋敷の機能を有していたものも存在していた 江戸時代も中期に入ると、諸藩の財政は悪化して、蔵元や掛け屋を務める商人からの借金が頻繁に行われるようになり、また、猶予期間を利用して、見通しが不明な来年入荷の米と引き換えに出される、空米切手の発行などが行われるようになった。大名菓子は、表向きは、信用菓子であったが、実際には蔵米が担保となりうるものであったし、空米切手は、 将来的には、藩の年貢米から返済しなければならなかった。天命の大基金などの際には、大名菓子や空込手形の決済に迫られた藩の、中には、飢餓で苦しむ領民を放置して、大阪への買い米を実施して、多くの合社を出した挙句、農村が荒廃してしまったために財政が、さらに逼迫して、さらなる借金を築いた藩もあったと言われている。また、 蔵元や家計屋が逆に藩の経済や財政にも影響力を行使する場合も出現した。ただし、蔵元や家計屋にとって良い話ばかりではない。蔵元や家計屋としての契約を打ち切られることを恐れて、大名からの無理な借り入れに応じた結果、破産する者も,もおり、また、薩摩藩のように武士身分であることを逆手に取られて一方的な債務の繰り述べが行われる場合もあった。 倉屋敷の基本的な機能は、上記で述べたように年貢米、特産物の売却や、これらを担保とした金融の管理であるが、この他にも多彩な機能を持つものが存在した。とりわけ規模の大きな大阪の倉屋敷の中には、参勤交代の途上で藩主が滞在するための御殿を設けたものもあった。また、こうした大阪の倉屋敷の役人が、国元の商人と大阪の商人や、 幕府の大阪町奉行所との間の仲介を行ったり、また、幕府の役所が倉屋敷を通じて諸藩に伝達を行う例も見られ、倉屋敷は両国と大阪そして中央政権をつなぐ情報の結節点としても機能していた。幕末に入ると産品の輸出や海外からの武器調達を目的とした紹介所を併設する藩も現れて、倉屋敷の機能が低下を始める。 また、大阪の蔵元や掛屋の藩の経済政策への介入を防ぐために、藩から大阪以外の大都市への直接販売や、備中松山藩のように倉屋敷自体を廃止してしまう藩も現れた。明治維新後の廃藩置県によって、諸藩の倉屋敷は新政府によって接収され、また、旧藩債務の大幅切り捨てを断行したために、多額の債権を今月つかせた元の蔵元 掛けやが次々と破産して特に大阪経済は大混乱に陥った。続く地租改正によって農民が直接政府に対して勤労による納税を行うことになったために農民が地元で米を売却、換金するようになり農民半倉屋敷という江戸時代に長く続いた米の流通構図が崩壊した。このことが東京に比べて経済の近代化を遅らせ、 天下の台所と呼ばれてきた大阪が日本経済の中心から転落する一員ともなったとされている。主に隅田川下流や江戸湾に注ぐ消華線の川口付近実際に借金踏み倒しを目的に蔵元や掛け屋を交代させる例があり、実際に天保6年と安政4年に大阪町奉行から諸藩にこうした行為の禁止が言い渡されている。ありがとうございます。